ビルヘルム・フランツ・ヨーゼフ・カール・フォニスター・ライヒは、オーストリア大公位を有する、ハプスブルク・ロートリンゲン家の船員で、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人である。第一次世界大戦時に、中央同盟国によって、ウクライナの君主候補者に挙げられ、その後も、ウクライナの多い請求者として活動した。赤い大公と呼ばれた。オーストリア・ハンガリー帝国の皇族。 カール・シュテファン・フォン・エスター・ライヒ大公の末息子として、1895年2月10日に、プーラで生まれる。父、カール・シュテファン大公が、ポーランド王位を望んでいたこともあって、かつて、ポーランド女王、ヤドビガと婚約していた、オーストリア公ビルヘルムにあやかって、ビルヘルムと名付けられた。ビルヘルムは、プーラで生まれ、家族とアドリア海のロシニ島で幼少期を過ごしたが、ゆくゆくは、 北方のポーランド人になるために育てられた。1907年に父は、一家がポーランド人となることを宣言し、ポーランド王位を得るための独自の運動を開始した。子供たちにドイツ語よりもポーランド語を優先して、使わせるなど、父はポーランドに家族を一体化させようとしたが、父の教育の介なく、ビルヘルムは、ポーランド民族の敵である、ウクライナ人に、 親愛の情を抱くようになった。ビルヘルムと、ウクライナ市一重兵隊。1913年、ビルヘルムは、将校としての訓練を受けるために、ウィーナーのイッシュタットの帝国士官学校に入学した。翌1914年、サラエボ事件をきっかけとして第一次世界大戦が、勃発すると、勝尉となっていたビルヘルムは、ウクライナ人兵士が主力を務める連隊の中の、 招待の指揮を願い出て受理され、1915年6月12日から舞台に加わった。ビルヘルムは彼らにウクライナ語で話しかけ、自身をウクライナ語の名前でバシルと呼ぶように求めた。あまりに、親、ウクライナ的な態度からウクライナを下げ住むポーランド人将校や当局からビルヘルムは過激思想を持つ人物だと目されるようになった。ビルヘルムは、ウクライナ人から、 大いに人気を集め、将来の独立ウクライナの国王だとさえ思われていた。しかし、中央同盟国の配色が濃くなってくると、ハプスブルク家のビルヘルムを大いに担ごうとする勢力は激減した。ロシア革命の煽りを受けて、ボリシェビキがウクライナ内でも勢力を伸長させていく中で、ビルヘルムは、 ウクライナの指導者たちに対してハプスブルク帝国からの離脱を思いとどまらせようとする書簡を送り、新生ウクライナがどのような国家であってもハプスブルク君主国の両方として加わるよう、請願してはどうかと1918年10月18日に提案した。ウクライナ人はもはやハプスブルク家の影響を受けることのない独立を選択したが、それにもかかわらず、 ビルヘルムは、ウクライナの独立のために力を貸した。それからほどなくして、オーストリア・ハンガリー皇帝カール・イセイが、国事不関与を宣言し、ハプスブルク家は、君主の地位を失ってしまう。1925年のビルヘルム、ウィーンにて。当時ハプスブルク家は、オーストリア国外追放を受けていたが、赤い大公として知られたビルヘルムは、定位請求権を放棄することなしに、 赤いウィーンで暮らすことを見逃されていた。ハプスブルク家が君主の椅子を割れた後、ビルヘルムが再びウクライナ人に注目された期間があった。ウクライナ国のヘトマンであったパウロー・スコロパード・シクイート国王候補者であったビルヘルムの二人のいずれかの下で、ウクライナに君主制国家を樹立しようとする動きが出ていたのである。1920年5月。 スコロパードシクイとビルヘルムは権威の分割について協議を進め、1921年1月に次の合意に達した。将来できるウクライナにおいて、スコロパードシクイが中央及び東部ウクライナのヘトマンとなり、東ガリツヤは自治区都市、ビルヘルムが国全体の王位につくという内容であった。この計画は、赤軍が勢力を盛り返し、 ウクライナ人民共和国が再建されたことによって、ついえた。1921年10月、ビルヘルムはウクライナで新聞を創刊し、社会主義的な王朝国家の建設を提唱した。モダンな君主によって統治された方が、民主主義の永続性という観点から共和国よりも見込みがあると主張し、この紙面においてビルヘルムは自身の政治的計画を発表した。ウクライナが、 ウクライナソビエト社会主義共和国として完全に石化すると社会主義的王朝を施行するビルヘルムといえどもウクライナの君主に立つことは不可能になった。1922年11月、ビルヘルムはいとこのスペイン国王アルフォンソ13世の庇護を求めてマドリードに向かった。1920年代の終わりまでビルヘルムはマドリードとアンギアンレバンを往復して過ごした。 1930年代にはパリに転居し、高貴な生まれの大公として、社交界で知られるようになった。ビルヘルムは男色家であり、亡命貴族の仲間たちと一緒に女装して夜会に繰り出すのを目撃されて新聞に報じられたこともある。パリ警察によれば、ビルヘルムは同性愛の売春宿の常連だった。1930年代初頭、未亡人となった皇后。 ついたと、皇太子夫、そして、ビルヘルムの三人が、ハプスブルク家の重要人物であった。ビルヘルムは両性愛者だったおかげで結婚をしておらず、当時、既遷結婚をしていない数少ない大公の一人だったので、ある。例えば、ビルヘルムの二人の兄は、既遷結婚によって自ら王朝の将来から身を引いてしまっていた。この時期のビルヘルムは、 まず、オットーの下でオーストリアを君主制に戻し、その上でウクライナに自身の文系を創設しようと考えていた。1934年、ビルヘルムはポーレット・クイーバーという女性と交流を持ったが、これが国際的なスキャンダルを引き起こすことになった。ポーレットは詐欺容疑で逮捕され、詐欺について最初は自分一人でやったことと供述していたが、 やがて教述を変えて、ハプスブルク家最高の資金集めのため、ビルヘルムと一緒に活動したと話した。フランス新聞各紙は、ハプスブルク家最高のための詐欺を働いたと断じ、ビルヘルムを批判した。当時フランスでは、社会主義者と共産主義者が、フランス人民戦線を結成することで合意し、左派が幅を利かせていた。フランス亡命時代、 共産主義の非人道行為を公然と批判していたビルヘルムを叩く絶好の機会であるため、左派諸政党の新聞はこのスキャンダルを最大限に利用したのである。有機系の可能性もあると警告する友人たちの忠告に従い、ビルヘルムはフランス国外への逃亡を決断した。この後フランスのマスコミはオーストリアの君主制復活運動は馬鹿げた。 ものだというプロパガンダとしてこの詐欺事件を取り上げるようになった。例として、ルポピュレール氏は、ハプスブルク家狂気を生み出した例には、埋虚に糸まがない、呪われた一族の地。この一族では、殺人が自然の死と同じくらい頻繁に起きたし、不幸な女性たちは長い間切れ切れにしか眠れずにいたのだ。1914年、その地は世界中に降りかかった。 昨日は、その血がパレド・ジュスティスの中のパリ第16刑事裁判所に入り込んできただけなのだなどと、ハプスブルク家そのものを痛烈に罵倒している。チタやオットーラ本家の人間は、このスキャンダルがハプスブルク家に傷をつけたとして激怒した。ビルヘルムはフランスから逃亡した際にはまだ、金曜毛騎士団の団員だったが、おそらくオットーの圧力によって1936年3月に、 その身分を自発的に放棄せざるを得なかった。後にヒトラーへ系統、姿勢を転じてナチスドイツとソ連に対してスパイ活動を働き、戦後にキエフの獄中で死んだ。ありがとうございます。